人材開発統括官は、厚生労働省の内部部局の一つで、所掌事務は、すべての人が能力を高めて適した仕事に就くことが、できる要、離職者等を対象とした公的職業訓練の実施、技能検定の実施等による、職業能力評価体制の整備など、働く人のスキルアップを支援する施策に関すること。2017年7月11日付の、 組織改正により職業能力開発局を廃止して新設された公共職業訓練に関すること、技能検定に関すること、事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに、労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること、勤労青少年の福祉の増進に関すること、学生もしくは生徒または、 学校卒業者の職業紹介または、職業指導についての職業安定機関と学校、または、関係行政機関との間における、連絡、援助または、協力に関すること。職業安定法第33条の2の規定による、無料職業紹介事業に関すること。青少年の雇用の促進等に関する法律第13条。 1> 第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。学校卒業者その他これに類する者の,の雇用機会の確保に関すること。学校卒業者その他これに類する者の,の雇用管理の改善に関すること。介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第15条第2項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。 厚生労働省組織令では、人材開発統括官の司る職務を助けると、する3時間5名が配置されている。また訓練企画室は、厚生労働省組織規則では、第73条の4第1項に規定する、訓練企画官であり、他も同様である。厚生労働省組織令等の一部を改正する、政令。ありがとうございます。